皆さんこんにちは、こんばんは、はるなです。今日はお風呂上がりの寝る前の、ちょっとしたルーティン的なもの、ゆっくりごゆるりとゆるく見ていただければと思います。基本的にはなんかね、すごい冷え性だから、お風呂の湯船に浸かっててもでポカポカにその時になるんだけど、上がって体を拭いてるうちに末端が冷えてくのね。とにかく足元をあんまり冷やさないように普段気をつけてて、見えるかな、これレッグウォーマーですね。こいつをつけてまず足を温めときます。足湯とかお風呂を足だけ使って、マッサージの前って結構温めてあげた方がその後こう流れやすかったりもする気がします。お風呂上がったとしたら、まずは、お家にあるボディクリーム何でもいいんですけど、私はジョーマローン使ってます。結構たっぷりめにグリグリ伸ばしていきたいから、オイル、ボディオイルちょっと混ぜて、とりあえず保湿のためにこうなじませて、ここくぼんでるとこあるをもうとにかくグリ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 、下から上に引っ張って、グーって引っ張って、ちょっとなじませたら、グーですねの外側、ここ痛いんですけど、めちゃくちゃグリ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 赤くなるまでグリ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 やって、流す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 。でこのこっち側もちょっと足倒してグー、拳でこう、こうしちゃうことが多いな。こういう感じで常にこうやって流れろみたいな感じでやって、結構赤くなってくるんですけど、赤みはすぐ引きます。ボディクリーム塗るついでにグーでゴリゴリやるよみたいなノリです。こう雑巾絞るみたいな感じで膨らみ、最後こうやってひねる、つまむ、つぶすみたいなイメージでやってます。ふくらはぎでデコルテ、すごい肩こるんで、こことかもこの鎖骨の下とかにちょっとクリームつけてまたグーでグー流す。超痛い。湯船浸かりながらこうやって押すだけでもいいので、グーって流す。こうやって伸ばしたりもするんですけど、もう自分の手だけじゃどうにもなんねえみたいな時もあります。その時マッサージに行ったりとかするんですけど、もう機械に頼っちゃう。このドライヤーみたいな、これ機械で振動するのね。音はうるさいんですけど、ここがすごい振動するんです。それを普通に凝ってるところにこうやって置いてあげたりとかするのもいいんですけど、この鎖骨の今のこのデコルテのところを当てて、痛気持ちいいみたいな感じなんですけど、振動してほぐしてあげる。特にこれでよくやるのはこの鎖骨の下と、あと、普通に首凝ってるとこ、ここが、ここに当ててたり、あと、見えるかな？ここの、股関節の、リンパが詰まる、特に女の人、ここ。こことかも、自分で押すだけでももちろんいいんですけど、ここ押すだけでもすごくいい。ここに当てる。すごい痛いんだけど、慣れると。僕テレビ見ながら、こうやって、当てる。痛い。詰まってると痛い。あと、ここの、太ももの外側も、ここ相当張ってくるんで、歩いてるだけでも張るから、こことかももちろんこうやって押すのもいいんですけど、振動もしてくれるから、便利だよね。あともうここに戻ってくる。ここにやっぱたくさん溜まるので、こっちも。あと脇、この脇を掴むっていうか揉む、痛いの、とにかく痛い。これもこいつを使ってほぐす。ほんとこれ5分やるだけでもだいぶ
寝やすくなったりするんで、まあ今こうやった足の保湿と、あとこの、まあこれハイパーボルトって呼ぶんだけど、この2つやっとけばなんとなく流れてくかなっていう感じ。これは普段の、まあ、ルーティーンに近いです。あとマッサージした後も吐く。今せっかくこう血行良くなったんでまた吐いといて、あとね、なんかこんなものを買ってみたの。結構痛いと思う。手で結構やること、グー、こう指とかでやることが多いんですけど、ちょっとこの子使っていくつかやってみたいなと思うんですけど、いつも足裏マッサージに行って、ここが痛いっていうと、まあ、痛いところが凝ってたりとか、体の悪かったりする部分なんですけど、だいたい私は腸系、いい肝臓とかも、あと脳、目、とにかくいろんなところを言われるんですけど、あ、心臓も痛いね、ここら辺だ、ここら辺ですね、この辺、ちょっと押してみよう。あ、気持ちいい。この丸が大きいのは気持ちいいですね。ここは痛いね、この細いところ、痛、心臓と胃めっちゃ痛い。この外側の膵臓かもう超痛い、痛。でもこんなちっちゃくてさ、カバンに入れとけるからいいよね。ま、親指でとか、この人差し指の腹でいつもはグリ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 やってるけど、それだけでもやっぱ全然温まるから、本当に冷やさないようにした方がいいと思います、特に女子は。あとね、こんなのもあるんだ。これはちょっと初体験なんですけど、タコさんみたいなね、頭か、振動するんだ。え、取れた取れた、なくていいか。音すごくない？あー気持ちいい。あーいいね。こういうのとかも散々もう結構いろいろ買って試してきたんですけど、これ意外とアームが、この足の部分が結構何しっかりめに刺さってくれるから、頭もねすごい凝ってるのね、硬くて、これいいかもしれない。つけた。いいですね。まあ頭とかもお風呂でスクラブとかつけて、とにかくこう揉む、こめかみのところとか結構すごい痛いんだよね、触られると。で顔とかもスキンケアの時とかに、あんまりマッサージとかしないんですけど、めんどくさいから、さっきのグー拳でこの耳の下っていうか、ここのリンパのところ、こうやってやったとこの、ここくぼんでるところを、もううわーって押す、うわーってクリームとかなんかつけて、で最後こう流す、これもグー流す、流す、この鎖骨のここの下のところまで。トータル見たらこの手が多いね、春菜は。頭もグリ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 みたいな感じです。こんな感じで寝ます。はい、これがプチナイトルーティーンでした。バレンタインのチョコというかお菓子を作ってみたいと思います。溶けてますね。意外とそんなに溶けないね。やりました、やりました、私やりました。